あの時の王子くん、アントワーヌ・ドゥ・サンテクジュペリ、大久保優役、朗読・カフア、レオン・ウェルトに子供の皆さん、許してください。僕は、この本を一人の大人の人に捧げます。でも、ちゃんとしたわけがあるのです。 その大人の人は僕の世界で一番の友達なんです。それに、その人は何でもわかる人で、子供の本もわかります。しかも、その人は今フランスにいて、寒い中、お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいのなら、 その人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人は誰でも元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど。じゃあ、捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトに